皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キックでございます。今日もね、料理を作っていきたいと思います。それでね、先ほどね、近くのスーパーにお買い物に行ってきました。紹介しましょうか。はい、まずはこちらですね、ソーミシャンタン粉末タイプ。こちらね、YouTube のラーメン動画とかを見ますとね、皆さんね、スープの出汁に使ってますよね。まあ、ちょっとこれね、いくらしましたかね、瓶詰めですかね、缶詰めか。缶にね、入ってるやつは結構高いんですよね。800円ぐらいしてたんですが、これね、50g なので、価格はね、169円です。結構安いですね。うん。まあ、それでこちらもね、ラーメン用ですね。焼きあごだし。ね、あごだしラーメンってありますけど、結構美味しいですよね。まあ、うどんとかも、にもね、合うんじゃないでしょうか。はい。うん。これはいつもの入りこだしと昆布だしの同じ島屋の商品ですね。まあ、こちらがね、98円。まあ、安いですよね。はい。ね。ね、7スティック入ってると。まあ、それでね、こちらがね、小祝いのとろけるスライスチーズ。うん。チーズはもっと安いやつあったんかな。どうですかね。ちょっと見当たらなかったんで、まあこれ買ってきたんですけど、これはね、どうやらね、辛ラーメンをね、なんか焼きラーメン風に作る、ね、作り方が、なんか韓国の方で流行って、それをなんか紹介されてる方がいて、YouTube でね、美味しそうだったんで、今回ちょっと作ってみようかなと。今日ね、何作ろうか迷ってるんですけど、辛ラーメンのね、ちょっとチーズを入れて作ろうかなと。うん。まあ、最後にこちらですね。はい。旨味噌ホルモン。ちょっとホルモン食べたかったんでね、買ってきましたね。はい。あ、チーズね、値段ですね。チーズは249円でございます。まあ、それで味付け豚ホルモン。豚ホルモンなんですね。まあ、ホルモンね、コテッちゃんとか探したんですけど、まあ、なくてね、まあ、仕方ないなというところで、こちらがね、399円。うん。ね、焼肉したいなという。今週ね、高月記念なんで、ね、なんか前祝いに焼肉やりましょうか。うん。焼肉といってもホルモンですけどね。ね。まあ、というわけでね、これからね、料理を作っていきます。はい。はい、出来上がりました。この料理ね、フライパンで作るんですよね。下待ってね、フライパンで作るんですよね。フライパンに 250ml の水を入れて沸騰させますよね。その時に辛ラーメンはね、火薬があるので、火薬を入れてね、まあ沸騰させます。それで沸騰したら麺を入れます。それで麺を、まあね、湯がくんですけど、しばらく経ってからね、お湯が少なくなってきてから、粉末スープを半分入れます。それで砂糖をね、小さじ1杯加えるとね、甘みが加わるそうです。まあそれでね、卵入れて、チーズかけてっていう、まあ簡単な調理なんですけど、フライパンで作ってるんでね、これお皿に移すのが大変でした。はい。これ見えます？チーズとかあるんですけど、ちょっとね、汚いですね。なんか、なんとなくね。はい。まあでも美味しいかな、わからませんね。食べていきますね。はい。こんな感じです。うん。はい。ちょっとベトベトしますけどね。うん。あ、ちょっとね、薄味になった、薄味というか、まあ、ちょうどいいやんばいやね。うん。うん、ちょっとチーズがどこ行ったのかな？チーズ、この辺ですかね？食べてみましょうか。はい。うん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 、まあ、どうでしょうかね。まあ、美味しいですけど、普通にラーメンとして食った方がうまいかな。あ、でも美味しいね、これね。やっぱチーズのかかったところね。うん。まあ、これはこれでありなんかな。うん。うん。まあ、美味しいことは美味しい。うん。うん。たまにはこういうのもね、ありなんじゃないかなと。うん。食べれますね。あ、ごめんなさい。辛ラーメン恒例の、むせますね。辛いからね。はい。めっちゃ辛いからね。うん。
まあ焼きラーメンみたいな感じですけどね。まあこの味はね、やっぱり辛ラーメンでしか出せないと思うんで。こういうの毎度やって思うんですけど、やっぱ麺がね、麺がそこまでね、うまくできないんですよね。美味しい麺の作り方とかあるんですかね。麺がもうちょっとうまくいったらね、美味しいと思うんですけどね。まあね、まあ半分くらい入れたんですけど、味はちょうどいい感じですね。まあ、美味しい。まあ、というわけでね、今週ね、宝塚記念ですけど、皆さんどうですか？まあ、天気の方がね、梅雨の季節なんでどうなのかわかりませんけど、まあ、圧倒的一番人気のね、イクイノックス。ね、またイクノイックスって言ってしまいましたけど。誰かコメント来るかなと思ったら誰も来ませんでしたね。イクイノックスですね。無意識に間違えるんで。まあ両馬場ならね、イクイノックス本命で仕方ないかなと思うんですけど、まあウィンマイティがね、ね、マーメイドステークス出てたんですね。それで高塚記念を回避ということで、まあジープモードを狙いたいなって気持ちがあって、ただディープモンドさすがに今回人気でしょうね。それで阪神開催が今年はね、4週目らしいですね。普段はだから2週目だったのかな。ね、今年は4週目なので、馬場がね、やっぱり荒れてくる可能性があるので、雨とか降ったらね、外差しの可能性もありますか。大体でも高津記念って言ったらね、うち先行というイメージで。まあ、千個馬の穴馬を買いたいなというところで、まあ、ディープモンドはね、まあ、実績があって、毎度ね、人気になりにくい馬なんで、ね、狙いどころですけど。だから、瞬発力タイプのディープはね、まあ、向かない馬場ですよね。阪神、だから、高津記念ね、ディープ相性が良くなくて、どういう時だとディープは全滅って言ってたかな。らしいですね。全滅じゃなかったか。ごめんなさい、名前出てこないわ。まあ、ディープの瞬発力タイプは、まあ、高崎記念向かないので、ね。まあ、消すならね、ジャスティンパレスというイメージですけど、まあ、どうなのかなっていうね。まあね、上半期最後の G1 なんで楽しみですよね。はい。まあ、美味しゅうございました。なんか週中、ね、ホルモンでもやりましょうか。土曜日あたりね。それで、まあ予想はね、やるかわかりませんけど、まあ、なんか話しましょうかね。はい。というわけでね、今回ね、辛ラーメンのね、アレンジラーメンでした。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。